ここで会ったが100年目。この顔を忘れたとは言わせないよ。駿河の国でお前さんに斬られた呉服屋伊右衛門とはあたいのお父っつぁんのことさ。まさかあの時の小娘。敵討ちだけを望んで歩んだ旅ガラス、かねて備えた懐刀の幾たび夢の中で抜いたことか。積年の恨み今こそ晴らさん。チョコ材な、手ごめにしてやれ。うわ、うわ、女ごときに俺が切れると思っているのか。昨今江戸を騒がす辻斬り銀次の正体は何を隠そうこの俺よ。バカな男だね。辻斬り銀次はあたいなのさ。見ててくれたかい、お父っつ。よっ、ああ、よしたろ、日本一。マスミ、紙吹雪は切り終わったのかい？いえ、まだ。何ちんたらしてんだ。明日の朝には大阪に出発だよ。ちょっと人気が出ただけでもう看板気取りかい？これっぽっちの金で勘違いも大概にしな。意地がるんじゃないよガキのくせに。なんだいその目つき。それが母親に対する態度かい？今度は化粧じゃ隠せないくらい深くえぐってやろうか。よさないか、陽子。あんたに指図される筋合いはないよ。誰が興行を取ってきてると思ってんだい。トラちゃん、今夜元町行かない？いいのかい？かまうもんか。大丈夫か？マスミ、紙吹雪は心配するな。明
トラックの中で父さんが切っといてやる。父さんな、芝居は三流だが紙吹雪を切らせたら一流って昔から評判さ。だから今夜は繰り出すぞ、横浜中華街。どうだ？うん。そうだ、マスミ。横浜の学校の友達にはちゃんとお別れ言ったのか？友達なんていないよ。いつも1ヶ月で転校だからね。仲良くなるだけ無駄だよ。寂しいこと言うな。父さんの子供の頃は学校なんて行かせてもらえなかったんだぞ。よし、今日は奮発するか。見ろ、中華料理の王様、北京ダックだ。天日に干したアヒルを丸ごと釜で焼くんだ。表面の皮がパリパリで、そりゃ絶品らしい。でも絶対に高いよ、中華料理の王様なんて。いいんだよ、今日は特別な日だろ。おいおい、マスミ、メインディッシュ前に食いすぎなんじゃないか？こいつらは前座だ。看板役者がまだ来てないだろう。分かってるよ。北京ダックが来る前に便所に行ってくる。父さん？父さん？20世紀最後の日か。今世紀最後の昼飯でも行くか。なあ、一なら地回りに行かせましたよ。大晦日なのにか。田室町に盆の正月もありませんよ。町が動いてる限り取れるものは取る。それがしのぎの鉄則ですから。沈下すなんかにな。いい加減にしろ。どこ行く気だ。
まあこんなもんだぜ。パイセンさん、ヤクザの許可なしでこんなもん騒いでただで済むと思ってんの？いかがわしいもんじゃねえよ。動物が映ってるだけのビデオで疑うんなら再生してみろ。知ってるよ。でもそれを裏っつって高校生に売るのはよくねえよな。見逃せよ。一番中学時代のよしみだろ。それにこれぽっち、お前らヤクザのしのぎに影響ねえだろ。それが影響大ありなんだよな。偽物売られて荒川組に泣きついてきたガキども見捨てたら、せっかくの大門が汚れちまうでしょうが。ああ、ガキから巻き上げた金全部出しな。ちょっと舐めすぎなんじゃねえか。舐めてんのてめえだろうが、三下のくせに。や、覚悟はしとけよ。さてどうしたもんかねえ。よし行くぞ。うっ、俺の番だな。一番の兄貴、大丈夫っすか？おう、ミツ、これ見てみろ。うひょー、結構えぐい額稼いでたんすね、こいつ。こいつ、昔から悪い知恵だけはたげてんだ。でもやりましたね、今日のしのぎのノルマ。一発で達成じゃないですか。何言ってんだ。これは高校生に返してやれ。え？せっかく取った金を。そうだよ。わざわざこいつに騙されたガキを全員見つけて。そうだっつってんだろ。おれ、わかりました。のう、そうだミツ、ここどうなってる？名言サックで不意打ち食らっちまってな。ああ、単行部できちゃってますな。ちげえ、紙だよ紙。パンチ当て直したばっかなんだ。せっかくいい形にできたのによ。そんなこと言ってる場合っすか。あれ、あ、こっちの方も整えた。別で騒ぐんですよ先生。顔面にも何発か食らっちまった。カッコつかねえぜ。いつものことじゃないですか。兄貴、ド M ですから。ド M？ 俺が？そうっすよ。だって兄貴いつも弱い相手でも一方的にボコりまくるようなことしないっすよね。
様子見ながら戦ってるっつうか。ああ、そのことか。前から不思議だったんすよね。プロレスじゃねえんだし、敵の技受ける必要ないっしょ。確かにその方が殴られねえしいいのかもしれねえけどよ。なんか俺に合わねえっていうか、それって勇者っぽくねえんだよ。勇者？おう、俺はよ、勇者のつもりで戦ってんだよ。喧嘩になると頭の中で自然に回っちまうんだよ、ドラクエの世界が。うわ、またドラクエすか。兄貴どんだけ好きなんすか。ありかよ、いいだろう。そっちの方がアドレナリン出るし全力出せんだよ。勇者って俺たちはヤクザですよ。沢城の頭もいつも言ってますでしょ、やられたら終わりだ、先にやれって。今の話聞いたらまたどやされますよ。切り取り程度のしのぎで殺しなんかしちまったらそれこそ終わりだろう。ほら、荒川のおやっさんがいて、頭がいて、おめえがいる今の暮らしが好きなんだ。それを壊すようなことはしたくねえ。もうあの頃みてえな、どん底には戻りたくねえからな。あの頃って何年遅れのドラクエをソープランドの事務所で一人ずっと遊んでいたガキの頃の話っすか。ま、そのおかげで今の俺があるんだけどな。春日一番って人間は荒川のおやっさんから教わった度胸と勇者から教わった勇気でできてんだ。人生の教材ってやつっすか。なんか俺もやりたくなってきたな、ドラクエ。おお、やれやれ。ただし騙されたガキどもに金を返してきた後でな。あそうでしたね。じゃあ俺この金返してきますね。ああ、終わったらタバコ屋の前で落ち合おうぜ。よし。いやあ、イチ。竹雄のおっちゃん、元気かい？おかげさまでな。スナック道夫のママがお前のことを探してたぜ。イチに店に来てほしいってよ。道夫ママが？俺に何の用だ？それは知らんがね。とにかく伝えたぜ。ママが何かのトラブルに巻き込まれたのかもしれねえ。決まっていくわ。なんだしさ、俺に用事って飲み相手のことか。師走に暇なやつなんてあんたくらいしか思い浮かばなくてね。何言ってんだよ、俺は今しのぎの最中だよ。何がしのぎの最中さ、かっこつけやがって。うるせえこのアルチュー。私はお前が生まれるずっと前から飲んでんだ。だけどこの通りピッピンして。まったくよ。
臓ボロボロなんだろ。いい加減にしねえと本当に死んじまうぜ。悪かったよ。ありがとうね。イッチ、竹雄のおっちゃんよ。日曜ママは酔っ払ってるだけじゃねえか。今さら何言ってんだ。この20年シラクのママなんて見たことねえよ。それよりよ、桃源郷でトラブルみたいだ。すぐに行ってやれよ。桃源郷で何があったんだ。詳しくは分からんが、ソープなんだからいろいろあるだろう。客と女の揉め事とかな。早く行ってやれ。わかった。イチ、いいとこに来た。大変なことになっちまってよ。どうした。店の便所が詰まっちまってよ。でもトイレのすっぽんが見当たらないんだよ。トイレのすっぽん？うんこ吸い出すゴムのカップだよ。荒川組の事務所にないか。あったら貸してくれよ。ふざけんな。ヤクザは便利屋じゃねえぞ。なめてんのか。なんだよその言い方は。お前が散々漏らしたクソを片付けたのは誰だと思ってんだよ。赤ん坊の時の話を持ち出すんじゃねえ。小学5年まで漏らしてたじゃねえか。うるせえ。あん時たまたま腹壊してただけだ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。見せてやるよ。
ありがとうございます。はい。トイレのスポン。なあ、ばあさんとこにあんだろ。桃源郷に持って行ってやってくんねえか。そんなもんお前が買ってやれ。桃源郷は実家も同然だろうが。普通お前くらいの年になれば実家に仕送りするのが当然ってもんだ。そんな金あるわけねえだろう。自分の生活だけで毎月カツカツだ。いっそ荒川組なんて三次団体抜けて羽振りのいいとこに拾ってもらえよ。下っ端でも今よりかいい暮らしできるだろう。バカ野郎、俺は荒川のおやっさん以外と杯川好きなんか1ミリもねえよ。従順なこった。そういや、イチちょいと小耳に挟んだんだが、荒川のガキンチョの子守係になったんだってね。言葉に気ぃつけろ。若は俺と同じ年だ。ガキンチョじゃねえ。何が若だ、時代劇じゃあるまいし。それに子守じゃなくて介護だ。若は小さい頃から病気で車椅子が必要なんだよ。だからって外出のたびに組員に面倒見させるのかい。荒川もガキのこととなるとケツが青いね。バーバア、それ以上おやっさんのこと悪く言うと承知しねえぞ。お疲れ様です、兄貴。ああ、ミツ、高校生に金返してきたか。はい、随分と感謝されちゃいましたよ。そいつはよかった。喜んでる場合ですか。次のしのぎで上がり出さないと今日こそ頭に殺されますよ。分かってるよ。で、次のしのぎってのは切り取りっす。相手は闇金から50万借りたっきり1円も返済してねえ男です。しかもヤクザが脅してもビクともしない野郎らしくて、他の組が手を焼いていた債権をうちが買い取ったんです。よし、ほんじゃあ荒川組の威厳にかけてきっちり回収しねえとな。はい、沢城の頭からは手荒な手段使ってでも財布取り上げてこいって言われてるんで。で、その借金男はどこにいるんだ。今の時間なら第三公園にいるはずです。先に行って様子見てますんで、兄貴もすぐ来てくださいね。わかった。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。兄貴、借金男はいたか。はい、あれ見てください。あいつが平塚って男です。あいつか、知ってんすか兄貴。まあいい、いるぞ。ああ平塚さんよ、優雅な休憩時間だな。借りた金を1円も返さずに吸うタバコはうめえか。おい、なんだその目は。ヤクザ舐めてんのか。他の組には通じたかもしらねえが、債権が荒川組に回った以上覚悟すんだな。痛い目に遭いたくなけれ財布置いて。舐めんじゃねえぞこら。返せねえもんは返せねえ、そんだけだ。相変わらずでっけえな、グレート平塚。誰だてめえ。ガキの頃よくあんたにプロレスごっこしてもらったよ。あんたガキ相手に本気のパワーボム決めるから怖えのなんのって。お前ソープの一番か。こいつと一緒にいるってことはヤクザになるとはお似合いの結末だな。そっちこそ自衛隊行って夢破れて出戻りか。世間は厳しいね。てめえには関係ねえ。そうも言ってられねえのよ、ヤクザにとっちゃ上の命令が絶対なんでね。どんな手使ってでも財布取ってこいって言われてるんだわ。つうわけで財布ちょうだい。返す金はねえつっただろ。頼むってグレートさんよ、財布渡してくれるだけでいいんだって。あんたを相手に手荒な真似はしたくねえんだよ、わかるだろ。大人になってまでパワーボムで俺に泣かされたくねえってか。ちげえよ、カムロ町界隈の中学生最強だったあんたがタップして降参する姿なんか見たくねえってことだよソープの一番ごときがなめた口聞きやがって。そんなにこれが欲しけりゃ力ずくで奪ってみやがれ。よっしゃタッグマッチで行こうぜ兄貴。お前はレフリーだ、手出すんじゃねえ。え、ごちゃごちゃ言ってんじゃねえぞこら。ぶっ殺してやるよ。やってやるぜ、俺の番だな。見せてやるよ、とっておきだ。こいつで問題ねえぜ。これでいって、俺の番だな。見せてやるよ、とっておきだ。よっしゃ、あっちだ。強くなった気がするぜ。やっぱりあんた強えな。だが勝ったら俺だ。約束通り財布はもらってくぜ。頼む、それだけは勘弁してくれ。
お願いだ。なんだよ、ちゃんと金持ってんじゃねえかよ。お前、鼻から踏み倒すつもりだったんだろ。何やってんすか兄貴。え、何って、なんか余計なもん入ってたからよ。余計なもんって、これ金。グレートさんよ、約束通り財布はいただいてくぜ。え、ああ、はい。よし、行くぞ。見て、ちょっと兄貴。どういうつもりっすか。なんで金回収しないんすか。平塚は踏み倒したりしねえよ。いつか必ず返す。なんでそんなこと言い切れるんすか。大晦日にまで突貫工事の現場に出てるやつが目的もなく働くわけねえだろう。あいつの吸ってたタバコはよく見りゃしけもく、そこらに落ちてたやつ拾って吸ってたんだろう。とはいえ財布にちゃんと金入ってましたよ。明日は正月だからな。母ちゃんに少しでもいいもん食わせてやりたいと思って銀行から下ろしといたんだろうな。だからって返済を延滞していいとはならないっすよ。昭和通りを通ったとこに古い駄菓子屋があるの知ってるか。え？ええ、確か少し前に閉店した店ですよね。それがなんすか。あの店が平塚の実家、お袋さんの店なんだよ。そうなんすか。1年くらい前にお袋さん体壊して結局店閉めたんだ。この前見舞いに行ったらすごく痩せててよ。でも嬉しそうにしてたぜ。息子が看病のためにカムロ町に帰ってきてくれたってね。じゃあ平塚が借りた金ってのは。お袋さんの入院費と手術費だ。でもこのまま帰ったら俺たち沢城の頭に殺されちゃいますよ。え、問題ねえって。頭からは財布取ってこいって言われてんだ。財布ならほれね。はあ、そんな意味で言ったわけないでしょ。頭からだ。マジっすか。はい、もしもし、一番です。せーぞ、オールは2階以内に出ろって言ってんだろ。すみません、頭。お前ひょっとしてまだ気回りしてんのか。はい、ちょうど今日のしのぎが全て終わりまして、今から事務所に帰ろうかと。バカ野郎、もう若の付き添いに行く時間だろうが。は、すみません、今すぐダッシュで向かいます。さっさと行け、若がお待ち。何やらせても遅いな、てめえは。はい、すみません。分かってると思うが、変な場所に出入りするんじゃねえぞ。若にもしものことがありゃ、お前の命がいくつあってもけじめはつけれねえんだからな。はい、もちろん。若の付き添いですか。やべえ、すっかり忘れてたぜ。ミツ、これ持って先に事務所戻っててくれ。ちょっと、こんなの俺から頭に渡せるわけないっすよ。付き添い終わったら連絡くださいよ。俺適当に時間潰してますから。いや、荒川雅人さんは本日はまだお見えになっておりませんが。そうっすか。すいませんでした、若。白木が立て込んでて。場所をわきまえろ。
すいません。今日が何の日か忘れてたのか。まさか夢野さんの誕生日ですよね。手ぶらじゃないだろうな。一応買ってきたんですが、時間もなくて大したプレゼントでは。まあいい。それより一、親父に喋ってないだろうな。もちろんですよ。何か聞かれたらデパートに買い物に行ったと話しとけ。はい。あのジジイ、いつまでも俺をガキ扱いしやがる。心配なんですよ。若のことが大切だから。知ったような口を聞くな。すいません。もうすぐ着きますんで。いや、まだ行くな。そこに入る。え？あ、はい。海外から取り寄せた最新のエフェドリンだ。エフェ？一種のドーピング薬だ。交感神経に興奮を与えることで弱った体でも健康体と同じように動かすことができる。効果は短時間だが即効性がある。ちょっとなんでそんなもん持ってんすか。今日は俺の女の誕生日だ。こんな体で恥かかせらんねえだろう。いや、でもそれヤバい薬なんじゃ。日本じゃ認可が下りてねえってだけの話だ。ここに打て。え？俺無理っすよ。やめましょうよ、若。こんなの危険ですって。意気地のねえやつだな。若行くぞ。若。いらっしゃいませ。
んばんは、マサトさん。ねえ、体良くなったの？びっくりしちゃったよ。おい、夢野さんは？はい、なるべく早くお呼びを。なるべくだ、すぐだろ。先ほど別のお席に着いたばかりでして、それに今日はお誕生日で大変に混雑して。ちょっと若、速攻話つけてきます。大丈夫っす、紳士的にやりますから。おう、はい。いや、おい、ごめんね、こんなに混んじゃって。謝る必要なんてないさ。逆に客がスカスカだったら僕が気を使ってしまうだろ。なんだ君は。なあ、まあなんつうか、そのそちらの女性をお迎えに。ふん。ちょっといっちゃん、お店が決めた順番を守るべきでは。まあ固いこと言わないでくださいよ。今回はひとまずこっちが先ってことで。悪いね。何しやがる。お前こそどういうロジックで話してるんだ。ああ、なんだと。話にならん。なんだとこれ、分かるように話せってんだ。何が紳士的だ、揉めてんじゃねえかバカ野郎。すみません、お騒がせしました。でもこいつも悪気はないんでね。悪気はない。ああ、店が決めた順番ってのは建前だ。水商売で客を全員同じに扱えってのは結局無理がある。使う金が桁違いの客もいるだろ。資本主義の建前と本音ってやつさ。ほう。それにこいつは俺の女でね。なるほどね。ご理解どうも。じゃあお騒がせしたお詫びにお酒でもいかがです。メニューから遠慮なくお好きな酒を選んでもらって。お酒なら結構です。おう、ひょっとして下戸とか。じゃあ酒も飲まずに女を口説くんならこれがいるでしょう。結構です、受け取るわけにはいきません。それじゃ俺の気が収まらないですよ。じゃあ代わりに。結構です。立場上贈り物は相手と中身と理由を選ばないといけないので。
何が立場上だ？偉そうにてめえ。度胸あるな。あんたはどこのもんだ？仕方ない。はっきりさせないとこの会は終わりがなさそうだ。名刺も交換する相手は選ばないと。こんなとこで飲んでていいのか。別に法を犯してはいません。さあこの女性を連れてお席にどうぞ。乾杯。夢野さん、おめでとうございます。こんな高いお酒飲めて。夢野さん、私たち超ラッキーです。おいおい、礼を言う相手が違うんじゃねえか。そうよ、まったくこの子たちったら。ごめんなさい、マサトさん、ありがとう。まあいいって。この店で一番高いボトルだからな。こいつらもめったに飲めないだろうし、テンション上がるのも仕方ねえよ。若、さっきはすんません。ポリのくせに強がりやがって。ああいうやつに限って見てねえとこで金をせびるんだ。あの野郎よく来るのか。いや、初めて。で、夢野さん、プレゼント何だったんですか？何言ってんの。私はこうやって来てくださっただけで十分よ、本当に。相変わらずラブラブですね。羨ましいな。私もマサトさんみたいな彼氏欲しい。おい、イチ、お前のから見せろよ。あ、はい。でも俺こういうの慣れてねえっていうか、その早くしろ。すいません、気持ちだけですけど。何それ。だから俺プレゼントなんてどうすればいいのか分かんなくて。しかも若の女出てなくて、若の彼女さんに渡すなんてなおさらもうわけわかんねえっつうか。でも店で一番高いやつ買ったんです。それはマジですから。なんだよ。だってそれ私のお母ちゃんが持ってんのと同じやつ。え、こら。一番が一番高いもの買ってもセンスはジジイってか。一番どころかビリッケツだこいつは。いや。あー、マサトさんうまいこと言う。ま、そんなこったろうと思ったよ。ほらよ。さすがは俺の女だ。価値がわかるんだな。あ、いいくらすんの？マンション一個くらいだ。といっても庶民が買うマンションの値段じゃねえけどな。あ、ありがとう。でも私こんなのもらってどうしたら。いいんだって。じゃあ次は一緒に住むマンションも買わねえとな。夢野さん、フロントまでお願いします。おい、今そういう場面じゃねえ。イチ、また繰り返す気か。いい女の誕生日だもんな。仕方ねえさ、
行かせてやれ。ごめんね、でもすぐ戻るから。気にすんな、ゆっくり行ってこい。優しい。じゃ飲み直すか。お前らのくだらねえ話の相手でもしてやるよ。話し相手じゃなくて愛人にしてよ。夢野に聞いてみなよ。もうお仕置きされちゃいますよ。でも私も立候補しよっかな。飲みすぎか。でも今日は飲みがかりだしな。ちょっと待って、ねえ堀之内さん。帰るよ。あのチンピラと同じ空気を吸いたくないんでね。誰だあいつは。ああ、マサトさんのことね。あれはヤクザの息子。そうか。でもお前のためにたっぷり使ってくれてんだろ。大事にしなよ。冗談じゃないわよ。飲み方もお金の使い方もむちゃくちゃだし、さっきだってとんでもないものプレゼントしてきて、今度はマンション買うだとか。もう怖くて。怖い？そんなものもらった次の日に全部売ってしまえばいい。だってそんなことしたら何されるか。何が怖い？脅迫か暴行か。そんなことになれば俺が即逮捕、即懲役にしてやる。そうよね。じゃあ明日売っちゃおっと。一緒に行こうよ。しかし、ああいう金で何でも手に入ると思っているバカもまだいるんだな。そうなのよね。でもそんなゲスな人間と堀之内さんは大違い。じゃせいぜい巻き上げてやれ。わかった、じゃあ後で。そこに。あの若。おう、用足しは済んだのか。俺は帰るから、それで払っとけ。余ったらケツ拭く時にでも使え。兄貴、若の付き添い終わりましたか。なあ、劇場前広場で落ち合って一緒に事務所に戻りましょうよ。分かった。
よし。例の裏ビデオ屋は今日兄貴がきちっと締めました。あれだけやられりゃもう勝手な商売はしないっす。でそいつからいくら取れたんだ。それはビデオ屋から取り上げた金は高校生に返しました。裏ビデオっつっても偽物だったんで。そうか、なら切り取りの方は。はい、そっちはバッチリっす。頭の命令通り財布を取り上げてきました。
利息分も含めて全額入ってます。珍しく上出来じゃねえか。なんて言うわけねえだろ。この帯封は若が使ってる銀行のもんだ。おい一、若とどこに行ってた。ただの買い物っすよ。それは若からいただいたんすよ。いただいただと。てめえがせびったんじゃねえのか。しのぎあげれねえからってせがいことしてんじゃねえよ。んなことしねえっすよ。俺だってそんくらいのプライドはあります。よっ、組に金も納めねえで何がプライドだ。なんだその目は。痛くもかゆくもねえってか。それじゃあけじめにならねえ。てめえもヤクザの端くれならけじめのつけ方ぐらい知ってんだろ。おい道具持ってこい。やれよ。どうした、ヤクザのくせにやり方知らねえのか。なら教えてやるよ。うまいこと関節に入りゃすっと落ちる。そんなことは稀だがな。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。おい一、ちょっとつらかせ。はい。助かりました、おやさん。もう少しうまくやれねえのか、ジョートは。頭は俺が嫌いでしょうがないんすよ。俺はしのぎで空騎士ですから。ジョーの気持ちも少しは分かってやれ。組の金庫番としてそれなりに苦労してんだ。それは分かってるんすけど、頭の言う任侠ってのは俺の考えとはどうも違うような気がして。俺の場合は金よりももっと義理人情っつうか。人それぞれ考え方は違っていいのさ。それが荒川組のパーティーってもんだ。パーティー。お前ゲーム好きだったろ。あれで考えてみろ。必ず一つの組織ってのには個々の役割ってのがある。お前みたいに後先考えねえで前に突き進む奴がいて、フォローしてくれるミスがいて、たるんだ空気をいきしめる沢城がいる。そうやって組織ってのは回るんだ。なるほど。じゃあおやさんは王様っすね。王様か。まあどちらにしても俺にとっちゃみんな可愛い息子だ。そういや今日はマサトの面倒を見てくれたんだろ。はい。すまねえな、家のことまでお前らの助けを借りて。どうだ、あいつ元気にしてたか。ええ。そいつはよかった。最近は俺の電話にも出やしなくてな。組じゃ王様でも家庭じゃ裸の王様ってところだな。さてじゃあ20世紀を締める飯を食いに行くか。ない一番。えっす。
ああ、どいつもこいつもイチャイチャしてますね。お前、女の方どうなんだ？いません。俺は女にはからっきしで。しけた声出しやって。そりゃおやっさんはムーてたでしょうけど。てめえ石、何舐めた口聞いてある。いや、過去形で言うな。今も現役でムーててんだろうが。でもな、俺もこいつとなら正体持ってもいいと思った女は今までに一人だけだ。え？マサトの母親だよ。ああ。まだお前には詳しく話したことはなかったっけな。ええ、もうお亡くなりだとは。一応24年前のちょうど今日、大晦日だった。俺は氷川興産って組の下っ端だよ。そこの組長から娘をもらってくれねえかと言われてた。それが若のおふくろさんすか。慌てんな。俺が心底惚れてたのは別の女だ。あかねえと言った。え、でもそれじゃ。組長のお嬢の方は適当に返事はぐらかしてりゃそのうち立ち消えになると高く食ってた。だから茜とは隠れて付き合ってたよ。あれは子供ができたって言ってくるまではな。となりゃお嬢か茜かどっちと一緒になるか考えるまでもね。ただ茜と子供のことを組長に蹴り出すきっかけは見つけられなかった。でようやく腹決めたのはもういつ生まれてもおかしくねえって時期よ。俺には決めた女がいる。組長に頭下げてそう言った。ただじゃ済まなかったですよね。散々袋叩きにされて年を越した頃には半殺し。それだけで済めよかったんだがな。え、組長は茜と腹の中の子供まで殺せと組の門に命じたんだ。そんな、いくらなんでもそこまで。ああ、さすがに俺も耳を疑ったわよ。組長はマジだった。あそこの組じゃ殺した人間を死体ごと始末しちまうこともあった。組長のメンツ潰した俺らもその標的にされたわけだ。そっからはどうやってその場を切り抜けたのか。俺はとにかく死に物狂いで逃げ出した。向こうも俺を半殺しにしたと思って油断してたんだろう。その時茜はもう産気づいてて病院に行ってた。俺は電話をかけてすぐにその場を離れるように言った。組の門が病院に差し向けられてたからな。そして町を出ようとこの店で落ち合うことにしてた。ちっさアルプスな。あ、だが何時間経っても彼女は来なかった。連中に捕まっちまったのかと思った時、俺宛に電話がかかってきた。茜か。お前何してんだ。てっきり奴らに捕まったかと。赤ちゃん生まれたの。え、私たちの赤ちゃん。おでもすぐそこにも奴らが来て、だからもう逃げるしかなくて。わかった、今どこだ。すぐ迎えに行く。新宿駅のコインロッカーのとこ。よし、そこで目立たないようにしてろ。まずい、ダメ、奴らが来た、どうしよう。赤ね、連中は赤ん坊を抱えた女を探してる。赤ん坊を
ロッカーに隠して目立たないように一足を離れろ。赤ちゃんをロッカーに？本気？大丈夫だ、赤ん坊は俺がすぐ取りに行く。お前は安全な場所に着いたらアルプスのマスターに居所を伝えてくれ。急げ、赤ん坊をロッカーに。分かった、この子お願い。赤手、おい、いたぞ、女だ、行け行け行け。おい赤手、女はくそっと奥行った。おい早く探せ。待ってろ、待ってくれよ。何なのあれ、マジで。いいよ、あれ。あ、行ってくれ。警察に通報する。くれ、大丈夫か、しっかりしろ。どけ。赤ん坊を抱えて俺は病院に駆け込んだ。するとマサトを見てくれた医者は、低体温症による多臓器不全だと。若の病気はその時から。あの日は寒い夜だった。ナト君、いや、一分でも早く俺が抱きしめてれば後遺症を免れた可能性があったらしい。おやっさんのせいじゃないっすよ。だってそんなの仕方なかったじゃないですか。イチ、マサトのことをお前にも苦労かけるな。苦労だなんて、そんな。結局アカネとはそれきりだった。あいつは馴染みのスナックに逃げ込んだが、そこにも手が回ってた。氷川興産に連れ去られて殺された。俺が赤ん坊を病院に運び込んでた頃にな。氷川興産の組長と組員の何人かはそれから何日も死ねうちにこの町から消えた。組は潰れたよ。それってもしかして大家さんが。いえ、何でもありません。長話に付き合わせてしまったな。だがお前にはいずれ話しとこうと思ってた。当世のとはいえ、お前も俺の息子だ。そんな、俺なんか。
しけた話はこれまでだ。さあとっとと飯を食いに行くぞ。腹ペコだ。へい。せっかく一から王様の称号を授かったことだ。今夜は中華の王様でも食うか。中華料理の王様。あ、餃子っすか。中華の王様といえば北京ダックだ。北京ダック。北京ダックってアヒルでしたっけ。うん、釜の中でアヒルを丸焼きにするんだ。焦がさねえように慎重にな。食うのはパリッパリに焼けた皮の部分だけだ。飴色になった皮を削いで薬味と一緒に生地に巻いて食う。すると皮の香ばしい匂いと甘辛いタレが口いっぱいに広がる。うまそうっすね。中国でも昔は宮廷でしか食えなかったって料理だ。そりゃ中華の王様で間違いないっすよ。よし、じゃあカムロ町で北京ダックが食える店を探さねえとな。うっす、絶対見つけてみせますよ。マジかよ。おい、誰かいるのか。飛ばせろよ。北京ダック。よせよ一番。あとちょっとで新年を迎えようって時間だ。従業員だって家で年越ししてえだろう。でも食いたかったっすよ。また連れてきてやるよ。約束だ。あざす。待ってろよ。北京ダック。いい年越ししろよ、ご両に。一番、前から言ってんだろ。すみません。外でヘラヘラ笑うのはやめろ。極道が歯見せで笑うのは。家族の前か、相当やべえ時だけですよね。ああ、ヤクザは顔で生きてんだ。おっす。北京ダックはお預けってことで、いつものおでん屋にでも行くか。おっす。どうした一、袖でも漏れそうなのか。うるせえ。イチ、たまには家の手伝いしてんのか。いや、最近は全く。大切にしろよ。自分が生まれ育った場所なんだ。こんなとこで生まれ育ったっつうのも特殊すぎて。どんな形であれ家は家だ。亡くなっちまえば二度と帰れねえんだぞ。
23年前の1月1日、俺はこのソープランドの浴室で生まれたらしい。ソープ場だったおふくろが出産直後に俺を置いて消えた。てな話はだいぶ後になって父ちゃんから聞いた。父ちゃんって言っても血のつながりはねえ。俺を引き取ってくれたソープの店長だ。実の父親については一切聞かされてねえが、どうせ雪吊りの客だろ。おお、誰か一番を見てくれ。ほらおいで一番。待って私が抱っこする。俺はこの町の奴らに育てられた。世間じゃクズって呼ばれてるような連中が俺の親代わりでして。じゃあ俺もそのクズも一人ってわけか。おやっさんは違います。おやっさんは俺にとっての憧れ、いや神様みたいなもんす。今度は王様じゃなくて神様か。荒川のおやっさんと出会ったのは俺が中学を出た頃だった。育ての父ちゃんが死んで以来、俺は高校にも行かず、あてもなく生きてた。金のために誰彼構わず金貨ふっかける毎日。そんなどうしようもねえバカには天罰ってのがあっただろう。その日、俺が半殺しにした相手はヤクザだったんだ。俺はヤクザの事務所に監禁され、返しと呼ばれる強烈な復讐を食らった。このままじゃ殺される。俺は助かりたい一心でその名前を口にした。荒川組。ああ荒川組、俺殺したらあの荒川が黙ってねえぞ。当時荒川組といえば殺しの荒川組で鳴らす武闘派組織だ。ヤクザに興味のねえ俺でさえ耳にしたことのある名前だ。それをちらつかせればこいつらビビって俺を殺せないはず。お前荒川んとこのもんなのか。俺の浅はかな考えは裏目に出た。よりによってこいつらは荒川組と島争いの真っ最中だった。おたくんとこのガキがうちの組員を半殺しにしてくれてな。春日一番ってガキだ、今うちで柄を押さえてる。返して欲しけりゃ荒川の組長が直々に取りに来い。会ったこともねえ荒川なんて男が見ず知らずの俺を助けに来るわけがねえ。もうやっちまいませんか兄貴。そんなガキ一人のために荒川が出張っちゃきませんよ。殺しの荒川は身内にも冷酷ってわけか。待たせたな、ガキ相手に本気になるクソヤクザども。世話になったっていううちのガキどこだ。荒川さんよ、おめえんとこのこいつがうちの組員を半殺しにしてくれてな、どうけじめつけるってんだ。そうか、じゃあ指一本でどうだ。それでこいつを返してもらう。文句ねえだろ。借りるぜ。
帰るぞ、クソガキ。ありがとう、ごめん。礼なんていらねえよ。お前のために指を落としたわけじゃねえんだ。ヤクザってのはよ、顔と看板で商売してんだ。それが何より大事なんだ。あの場でお前を返してくださいなんて頭を下げちまったらどうなる。荒川組の看板が下がっちまう。ヤクザは一度でも弱いとこ見せたらしまいだ。あの場でけじめつけるにはこうする方がなかったってだけだ。でも俺のことなんか知らないって放っておいても、どうして。さあな、俺を知ってたガキの前でカッコつけたかっただけかもな。その瞬間、俺の人生はこの人に向けて伸びる、まっすぐな道になった。お疲れ様です、組長。またてめえか。何度言ったら分かるんだ。ガキにやる杯はねえんだよ。構うな、ジョー。それでも俺、杯をもらうために事務所の前に立ち続けた。雨の日も、炎天下の中も。お疲れ様です、組長。誰こいつ、親父の知り合い。マサト、先に上がってなさい。ヤクザなんかになろうとするんじゃねえ。お前の父ちゃんと母ちゃんが泣くだけだ。俺には親父とお袋もいません。育ててくれた養父は去年死にました。はい。それはおやすさんに出会ってから100日目のことだった。いや、あそこのおでんはやっぱりうまいっすね。本当にごちそうさまでした、おやすさん。おう、もうすぐカウントダウンっすね。ちょっとやめてください。大晦日に一人で来るなんてナンパされに来てんだろ。違います。お高く泊まってないで俺らと遊ぼうや。クズを掃除するのも俺たちクズの役割だな。おい、お前ら、20世紀も終わりになるってのに病院で年明けするの嫌だろ。このおじさんにぶん殴られる前にこっから消えるんだな。あ、なんだおっさん、邪魔すんじゃねえよ。誰だあんた。登場会荒川組だ。おめえら酔っ払った勢いで女に絡んでんじゃねえ。とっとと家に帰ってジャーのガレでも聞くんだな。はあ、
おたくらヤクザか。おいおい、ヤクザだってよ。確かにパンチかけてるこいつ。マフィア映画のキャラみたいな格好しやがってコスプレしてんのが。てめえ、ふざけた口聞いてんじゃねえぞ。おやつ、ここは俺に任せてください。お前の喧嘩見るの数年ぶりだな。前より強くなったらといいが。面白い。やっちまおうぜ。まだじゃ。まとめ手加減しねえぜ。よし、行くぞ。取っておきだ。見せてやるよ。こいつだったか。俺の番だな。うん、ほら、食らえ。本気出せよ。頭きた。なんだってめえ。うわ、こいつだ。いや、問題なしだ。よし、行くぞ。はっ、うん、うわ、くらえ。しゃあ、俺の番だな。うん、うん、よっしゃ、勝ちだ。なんだこのおっさん。化け物だ。大丈夫か姉ちゃん。ああ、来ないで。おい、おやつさんに売れぐらい。これでいいのさ。俺たちはヤクザだ。そのこと忘れんな、イチ。はい。さてと、じゃあまた明日な。21世紀になってもちゃんと組に顔出せよ。はい、おやさんも良いお年を。あ、やっぱかっけえな。よっしゃ、もう一杯だけいっちゃうか。もしもし、お兄さん、起きて。お兄さん。ん、ね、やべ、寝ちまった。危ないよ、こんなとこで寝ちゃ。ちょっと、身分証を見せてくれるかな。身分証？正月早々、物騒な事件があってね。免許証ある？ない。財布がない。はあ、いいわんこっちゃない。こんなとこで寝るからだよ。どうする？盗難届出す？今交番忙しいから署まで行ってもらうよ。明けましておめでとうございます、おやつさん。朝早くにすまねえな、いき。ええ、バリバリ起きてました。今なら事務所に顔出せるか。わかりました、初詣ですか。いや、とにかく事務所に来い。あまり目立たないようにな。あ、はい、わかりました。
の。ちょっと待て、お前どこの組のもんだ。どこって荒川組だけど。てめえよくもやりやがったな。はあ、何のことだ。おめえこそ何者だよ。榊組に決まってるじゃねえか。頭かち割るとこか。やってやるぜ、俺の番だな。見せてやるよ。こっちを来た。くらえ、行くぞ。行くぞ。これでよし、行くぞ。見せてやるよ。ほら、ほら、よっしゃ。くらえ、ここに。ほら、やっと行くぞ。立て直さねえと。どうした？見せてやるよ！とっておきだ！やるか？なめんなよ！行くぞ！ちょっとしんどいな。なんだ？見せてやるよ！とっておきだ！くらえ！立て直さねえと。見せてやるよ！こっちを来た。大将やってこっちだ。くっそ、覚えてやがれ。何だったんだ。まあ榊組って言ったら荒川組といざこざの絶えねえ組だしな。おっと、早いとこ事務所に行かねえと。1番です。おやさん。おはようございます。おう、一座れ。はい。いいから座れ。あ、はい。お前、榊組は分かるな。前からうちに因縁つけてる組っすよね。ああ、因縁の発端は榊組が近江とつながってるって噂からだ。近江って関西の。うん、近江連合、関西一円を束ねる巨大極道組織で、東条会とは長年ドンパチが絶えねえライバル関係だ。そんな奴らと榊組は手組んでたんすか。榊はそんなでかい裏切りができるほど腹の据わった組じゃねえ。ただ東条会の内部情報を近江に売って小銭稼いでたってのは事実でな。俺が幹部会でそのことを問い詰めたんだ。そしたら榊の組長シェラを切り通してな。せこい野郎っすね。そっから榊はうちを逆恨みするようになった。それでも向こうは東条会の直系だ。本家に迷惑をかけないように穏便に対応してきたんだがな。何かあったんすか。2時間ほど前ジョーから電話があってな。あいつ榊の組員を弾いちまった。頭が。
外でばったり榊の若衆と出くわしたらしい。お互い部下も連れねえで差し通しだ。散々怒鳴り合った結果、ジョーが茶化を抜いちまった。幸い目撃者はいねえみたいだが、すでに殺害死体を見つけてる。うちにガサが入るのは時間の問題だ。直系の組員をうちの頭が弾いたとなりゃ、荒川組が登場会に弓引いたとされても仕方ねえ。そうなりゃうちは登場会追放、こんな小さな所帯は瞬く間に解散だ。城がしょっぴかれるわけにはいかねえ。勤めに行ってもらえねえか、一。何言ってんですか、おやさん。頭下げるのは俺の方ですよ。俺はずっとこんな日を待ってました。おやさんに恩返しできる日を。10年や20年そこらの無職暮らし、喜んでやらせてもらいます。イチ、どうしたい。どうしたじゃないっすよ。今日は正月&兄貴の誕生日じゃないっすか。そういや、そうだったね。ちょっと何寝ぼけてるんすか。初詣行くんすよね。去年と同じ神室神社でいいっすか。俺は行けねえから、お前行ってこい。え、なんでですか。ちょっと用事が立て込んじまってね。もしかして沢城の頭に何か頼まれたんですか。まあそんなとこだ。新年早々厳しいっすね、頭は。極道になった以上、盆も正月も関係ねえ。俺たちは365日極道だ。夜までみっちり忙しいんすか。それより三つ、お前今いくつだ。え、20歳ですけど。ってことは10年後は30歳、20年後は40歳か。なんすか急に。ちゃんと飯食っていい男になれよ。は？兄貴熱でもあるんすか。また電話する。おう。
最後の飯かもしれねえからな。よし、牛丼並みもう一杯。あ、はい、かしこまりました。並長、悪いが、お前は先月付で組を絶縁されたことにするしかない。絶縁ですか。すまない、よそとの喧嘩なら破門で済むだろうが、今回は同じ登場会、それも相手は直系だ。でも絶縁は組に戻れないんじゃ。心配するな、本家に根回しして出所までに必ず絶縁を解いておく。ありがとうございます。それに仇の犯行ってことにした方が判決に有利だからな。どんなに長くったって俺はしっかり務めてきます。これで思い残すこともねえな。美味しいですよね、牛丼。行くか。ありがとうございました。おお、さっきのお兄さん、財布見つかった？盗難届出すなら窓口に行ってね。主文、被告人春日一番を殺人罪により懲役15年に処する。